こんにちは。これからまた応神天皇の神話丸2ということで、雨の日僕の来日という、神宮皇后のお母さんの方のですね、系譜の解説となります。でこの雨の日僕新羅の国の国王の息子さん、王子様が雨の日母子とされています。この神話実はですね、日本書紀の方では水仁天皇の第11代の水仁天皇のところに出てくる神話ですけれども、古事記の方では、王神天皇の神話にですね、突然、昔の話ですかという名前ぶりでですね、始まる神話となっています。で新羅の国の話時の話ということですね。新羅の国には、このようにアグ沼という沼がありまして、そのほとりに、乙女がですね、昼寝をしていたというところから物語が始まっていきます。で、ある男がですね、その様子を垣間見ていたということでですね、で、その昼寝していた乙女の陰部にですね、光が、差し込んで、こう虹のように、差し込んでですね、光に包まれた乙女はですね、妊娠をしてですね、赤い玉を産んだと、書かれています。それでですね、こちらの絵の方に移りますけれども、赤い玉を産んだ乙女からですね、この、様子を垣間見ていた男はですね、その赤い玉をどうか私にくださいということでですね、乙女はその赤い玉を譲ってですね、その玉を、布なりそういうもので包んでですね、腰に身につけたとされています。でこの男、山と山の間にですね、まあそういう段々畑のような田んぼを、所有していまして、でそういう耕す人々のためにですね、牛を使って、谷と谷の間を行き来して、食事を運んでいたという仕事をしていたというのですね。でその道中に現れた雨の日母子雨の日母子はですね、ちょっと疑いをかけてですね、この食料と牛は何のつもりだ、さては、殺して牛を食べるつもりだなと、ある男に嫌疑をかけるわけです。である男は弁明してですね、いえ、向かいの谷のものに、食べ物を与えにと言いかけたところ、聞く耳を持たなかった雨の日母子はですね、そのまま黙れということでですね、その男を捕らえて牢屋の方に、収めようとします。でその収容される、許しを得るためにですね、腰につけた赤い玉を王子に献上いたしますということで、で雨の日母子はそれならば許そうと言ってですね、
その男を許すわけです。で、雨の日ぼこが家に帰って、床の上にですね、赤い玉を置くとですね、このようにボワボワっと、赤い玉が変化しまして、乙女に変化して、その美しい乙女を雨の日ぼこは気に入って妻とします。で、その赤い玉の乙女はですね、雨の日ぼこのために、食事を作りますけれども、雨の日ぼこはだんだんとですね、神々と、その妻の料理に対して罵り始めるのですね。で、それの堪忍袋の王を切れてですね、乙女は私のはあなたの妻にはなれませんと、親元に帰らせていただきますということでですね、この新羅の国から日本に渡ってきたと書かれています。これ、乙女は結局は日本の何は、まあ、いわゆる大阪湾のところに逃げ帰ります。で、その乙女が祀られている神社というのが姫御園神社、姫御園神の社というところでですね、その神の名前は明る姫と呼ばれています。で、その明る姫というのはですね、下照姫と同義とされています。で、その妻が何話に行ったのをです、雨の日ぼこは、新羅の国から追いかけていきます。で、何話の方に行くんですけれども、そこの渡りの神、海の神がですね、雨の日ぼこの来日をですね、拒んでですね、何話にから、中に入れなかったので、こう迂回をして田島の国というところに、雨の日ぼこは来たんだということでですね。で、雨の日ぼこはですね、その田島の国に住み着いて、日本に帰化して子孫に恵まれたと書かれています。その系譜がこちらということでですね、雨の日ぼこというのは田島の又男という人の娘さんの前妻という方と結婚して、田島もろすくが生まれます。その子供が、田島姫、まあ要は雨の日ぼこの孫、ね、で田島ひならきということが生まれて、これが、ひ孫となります。で、ひ孫さんは3人の子宝に恵まれます。田島森、田島日高、清彦という3人のヤシャゴが生まれるわけです。で、清彦というのは、田島の姪という方と結婚して2人の子供、菅野もろう、もう一人の妹は菅鎌の由良の実という、雷尊が生まれるわけです。そのヤシャゴの田島日高と、雷尊の菅鎌の由良の実が結婚して子供が生まれたのが、葛城の高中姫ですよと書かれています。その葛城の高中姫っていうのは神宮皇后が生まれる部分の系譜を見てみますと、沖縄の宿根の巫女という方と結婚して生まれたのが神宮皇后沖縄たらし姫になると書かれています。で、雨の日ぼこはですね、その田松宝というのを、お宝を携えてきたという、まあ、そのお宝というのが玉が2つ、
波降るひれ、波切るひれ、風降るひれ、風切るひれと、まあ、ひれというのは、女性が肩にかける、スカーフのような、ものになります。あと2つの鏡、おきつ鏡、へつ鏡というのを持ってきた。でこの8点の玉つ宝の、宝がですね、今の伊豆市神社、伊豆市の山への狼にあたりますよということが、その昔の話、雨の日僕の来日のところで、語られているという。で、では、丸2の部分は終了で、丸3の方に続きます。